フロスト塩は、単管化合物が方向属性を持つかどうかを判断するためのグラフ的手法である。アメリカ人科学者アーサー・エイ・フロストとボリス・ムスリンにより開発された。平面単管化合物の軌道エネルギー及び、強薬分子全体の安定性を見積もることができる。20世紀前半に量子化学が創始されると、方向属の基準が考案された。 1930年代、エーリヒヒュッケルにより次のような基準が発表され、ヒュッケル族と呼ばれている。実験的に観測されているベンゼンの特異的安定性は方向属結合の原型であるが、ヒュッケルはこの理由が結合成分子オービタルがこのパイ電子によって二重占有されていることであると明らかにした。クオポーを用いると構成原子の原子オービタルを 混合する。分子オービタルは結合性オービタルと、非結合性オービタルと、反結合性オービタルとに分類され、分との規則に従って、エネルギーの低い順に占有される。N 印鑑を頂点が下に向くよう書き、その頂点を通る円を書く。フロストによる表記に従えば、この円の半径は 2β とする。 軌道 M イコール 0N の軌道エネルギーはそれぞれ真 2β もしくは真 2β という公式に従って得られる。まず横軸上に中心を持つ半径 2β の円を描く。この円の上に N イン管を頂点が下に向くように描く。N イン管と円の接点が分子軌道の相対エネルギーを表す。ヒュッケルによれば K が方向属となるのは すべての結合性軌道が二重占有されているような場合である。シクロプロペニルカチオン C3H3 は方向属となる。非極在化によるエネルギー利得デルタ E は 2E イコールマイナス 4β のように求められる。対してシクロプロペニルアニオン C3H3 はジラジカル構造を持ちデルタ E イコール β、ベータマイナス 2β イコール0となる。 パイ電子の非極在化により、ジラジカル構造が得られる場合もある。シクロブタジエンは、方向属ではない。フロスト、アーサー・エーマス・スリン、ボリス、A、ナモニックデバイス・フォー・モレキュラー・オービタル・エナジーズ。J、ケン、サイズ、21、572、573、ドイ、10.1063。 1.1698970ウィントロングアンハングダイウッドワード・ホフマンレーゲル・ウント・イレアン・ベンドンバーラグ・セーミ ISBN 978から35億2725万4309アロマティック・コンプーンズシャムガピディア2018年8月8日閲覧ハケル、MO ・エムオアロマテンハケル・レーゲル h t t p w w w c h e m g a p e d i a d e v s e n g i n e v l u v s c シュ c h 1 5 t h c h u e c k e l t c 0 3 2ヒュークルレ e ゲル e ル h t m l 2 0 1 8年8月8日閲覧。ありがとうございます。